こんにちは、ダイスです。今回は富塚さんに遊びに来てます。で今回見せていただく車はフォルクスワーゲンの車になります。では早速見せていただこうと思います。はい、見せていただくのはこちらのフォルクスワーゲンです。でフォルクスワーゲンゴルフチューラン TSI ハイラインになります。で3列シートの7人乗りの車になるそうです。それでは基本情報からチェックしていこうと思います。はい、フォルクスワーゲンのこちらはグレードが TSI ハイラインのグレードになります。でボディタイプはミニバンです。年式は平成23年の1月の初年度登録車になります。で駆動は FF で、エンジンの種類はハイオク車になってます。で排気量は 1400cc でミッションが 7DSG 7速だそうです。で色は黒ではあるんですけど、こちらディープブラックパールの色味になってます。黒にもいろいろありますよね。でコンパクトミニバンのこちらは3列シートの7人乗りのユーティリティになってます。で後期モデルになっているそうです。それでは車体の周りから見せていただこうと思います。はい、まずは周りです。正面から見るとこんな感じになってます。高さが、ね、ある車ですね。やっぱりミニバンなのでそういう風になってるそうです。でライトの位置はこんな感じです。でついてるホイールアルミもね、かわいいです。フォーゲンのマークも入ってます。ブレーキもね、思った以上に熱いですね。こちらが車体の後ろ側です。結構高さありますよね。後でトランクも開けてさせていただこうと思います。はい、トゥーランと TSI の文字が入ってます。逆サイド、サイドから見るとこういう感じのイメージです。では、運転席買おうと思います。はい、お邪魔します。なんかいろいろついててしっかりしてる印象です。お、今運転席のドア開けてるんで、液晶画面にこんな感じで表記が出てます。よいしょ。ドア閉めてみます。はい、閉まりました。可愛いですね。あと見やすい感じがします。こっちの下にガソリンのメーターがあって、そっちにオイルがありますね。うん、液晶が見やすい。で私が乗ってる目線だとこんな感じになってます。下向けるとこうですね。内装もこの後見ようと思うんですが、いろいろなんか見たいところがたくさんあります。では、とりあえずですね、エンジンかけさせていただこうと思います。でフォルクスワーゲンの車、前にちょっと見せていただいたのあるんですけど、これで先をポッと出して、片手でやってるからあれなんですが、鍵を出してこの状態で脇側に刺します。で、回します。はい、ワーゲンの文字が、お、こっちもワーゲンの文字が出てる。びっくりした。はい、こんな感じになってます。あ、キロも真ん中に出るんですね。へー、どっちも見えるようになってる。それでは内装を見させていただこうと思います。まずはメーター周り、こんな感じになってます。セットボタンも1箇所ついてたりとかしますね。この辺も何かの切り替えになってるんだと思います。ちょっと今回は押さないでおきます。はい、ハンドル周りです。全体で見るとこんな感じです。こちら側が電話系、こちら側がちょっとナビ系とかになってるような感じなのかなと思います。握るとこんな感じですね。はい、で真ん中がナビになっていると、その上側にハザードがあります。結構大きくあるので押しやすそうですね。で上もちょっと開く位置があるんで、後でね開けさせていただこうと思います。真ん中は空調系で、下側にとセットオフとか、あと
ですね。ここにもボタンが隠れてあって、まあ、握りながらやりやすい感じになってるのかなと思います。でこちらもサイドブレーキで、ドリンクホルダーの位置はこの横にありました。では一つずつ見ていきましょう。脇に回ります。こっち側がワイパーで、逆側がウインカー電気になってます。表記独特ですけど分かりやすいですね。で今音になってるんですが、ライトはこの位置にありました。でつまみがあって、ここミラーですね。サイドミラーになってる気がします。この位置にあるんだ。ではちょっと1個ずつ開けさせていただこうと思います。まずはこの上、ここ開かないとこ、あの何でしたっけ、マンが置いてあるから開かないだけですね。失礼しました。ここもね物入れがついてるみたいです。今なんで開かないのかな、押し方かなって思ったら違いますね。表示があるのでちょっと今回はここ開けないでおこうと思います。そう、そういうのありました。で脇側にも一箇所なんか開きそうな感じがするんですけど、お、でかかった、思った以上にでかい。これ運転席側の下でこのサイズかなり入れますね。でこのドアの脇側にもドリンクホルダーがあるんで、こっちペットボトルとか置けるサイズになってると思います。結構ね高さあるので置けそうです。中央にもあるんで2つとか置いておけますね。で助手席側にもこんな感じで入れるところがありました。びっくりした、これ多分置けますよね。え、いっぱい置くところが実はある車なのかな。後ろも後で行こうと思うんですけど、この車上が中央部長くなってるんで、ここも見ましょう。はい、まずはライトの位置こんな感じになってます。で上に行くと多分開くんじゃないかな、開きますね。あ、下側をちょっと触ってみた感じだとサングラスとか入れられそうな形になってる気がします。え、何を入れるんだろう、ここサングラス系で合ってるのかな。で、ね、後ろもあるんですよね、ここ広い。これちょっとあれですね、後部座席の時に見た方が見やすいので、そっちからまた改めて開けてみようと思います。後でね、あちらにお邪魔してから見ようと思います。で3列シートの7人乗りなので、一番奥までありますね。3列シート目も開けるところが受けやすくなってると思うんですけど、今回はね後部座席の真ん中のところに乗らせていただいて、後ろも見させてもらおうかなと思っております。ということで後部座席行ってみましょう。お邪魔します。わ、思ったよりも広いぞあ、後部座席広い。え、これ何、これなんか降りそうじゃないですか、上げるんだ。わ、すごいここでご飯食べれるし、ホルダーもついてる。これ向こう側にもあります。こういうタイプだからあれなんですね、真ん中がないんだ。なるほど。で脇にもね一応置けるようになってるんですけど、これはここでお弁当が食べられるじゃないですかあ、びっくりしちゃった。こうなってるんですね。さっき上からちょっと引けんのかなと思ったんですけど違いました。よいしょ、ちょっと閉めるの怖いので、なんかねありそうですよね、何かしらしてから閉めるんじゃないかなと思うんで、ちょっと探します。見えないんですけど、この下にねフックがついてるんで、買ったものとか下げておけるようになってることが分かりました。で 12V がここで電源取れるようになってるのと、これなんだろう、これ引ける、こういう開け方。お、ここにもなんか出てきた。
思ったよりも大きいやつがここから出てきました。びっくりした。あ、それではですね、で気になっていたこれ開けましょう。あ、後ろから取りやすいようになってるのかもしれない。この位置もしかしたらそんな気がしますね。なんかいろいろ入れられそうな感じです。で真ん中にライトがあったりします。でそちら側にシートベルトついてるので、こっからも引けるみたいですね。あと後ろにもありますね、シートベルトが引くところがあります。なんで3列目のシートとかはちょっとね引き方が面白いのかも。こんな感じになってます。お、お気に入る。ここが3列目です。7人乗りなんで前に2人、真ん中2列目に3人で、後ろに2人がマックスの乗車になりますね。でもここのシート全部倒したら荷物も結構入りそうな感じがしますね。おー、広かったです。びっくりした真ん中の席もかなり広々ですね。これに驚きました私。あれ3列目は3列目にはついてないんだな。なるほど。あ、でもなんか脇開けられそうな感じなんで、何かしらもしかしたらなんかあるのかもしれないです。エンジンルーム見せていただこうと思います。はい、エンジンルーム開ける位置なんですけど、ワーゲンはここにあるっていうことが分かりました。それで開けます。せっかくなのでちょっとね吹かさせていただこうと思います。行ってみます。ちょっとだけ行きます。おー、はい、こんな感じでした。綺麗な音がするで私が座った感じだと3列シートこんな感じになってます。かなりこう後ろの席までが広いですね。それでは、エンジンを切りたいと思います。はい、回します。うん、回しました。で、鍵もしまいます。はい、で、ドア開けます。この状態でも出ててくれますね。今回はフォルクスワーゲンゴルフトゥーランTSI ハイライン見せていただきました。見せていただいた印象なんですが、フォルクスワーゲンで3列シートの7人乗り初めて見たので面白かったのと、あと上のとこですね、あんな感じになってるんだっていうのにびっくりしました。こちらの車を今回見せていただいたトイズカーさんのホームページの URL が概要欄にありますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!